橋のことをちゃんと伝えなきゃいけなかったのに、僕は君を誤解してそれを注意しなかったんだ。君は機関車が嫌いだと思ったけど、勘違いだったよ。ごめんね。僕も新しい貨車をもらったよ。ううん、そんなことないよ。島で一番綺麗な貨車にするんだ。よし、この貨車ならどれだけ汚れても構わないし、港にも時間通りに到着できるぞ。ジェームス、ほら、貨車たちは綺麗でいるよりも役に立ちたいのさ。あれが新しい機関車か。ディーゼル車たちと仲がいいんだな。見たよ。でも気をつけた方がいい。操車場でハリーやバートと一緒にいるのを見たんだけど、彼らと笑い合ってたよ。会話面倒い。命もたでしょ。無一文取っただけど、ドハンバヤスワカマガノを知ってる。まさか君。ご飯もいつもウーバー頼りだし、貯金だけは子役時代の稼ぎで飛行能あるから。アクア、星野アクア、アクア、アクア、あなた星野アクア。うん、役所から独身女のリストコピってきたよ。子持ちバツイチ OK で名門にふさわしい気品があり、48時間以内に手続き可能な女。適当にやるか。俺を雇うなんて物好きだよね。あんまり頼りにするなよな。本気出しちまうだろ。ジュエ、ちゃんと参上しましたよ。まったく、どういう風の吹き回しなんだか。兄弟仲良くって柄じゃないですね。ま、適当に頑張ります。元気の人使いの荒さは分かってるって。こっちも覚悟決めたぜ。やる気がないのはお互い様か。マジでこんなの切んの。なんでこう生理現象は残ってんだよ。俺はもうとっくに死んでるってのに。一応ごちそうさん。ついてないね。生きてた時のことは全く覚えてない。これからのこともさっぱり。鬼をかばうなど明らかな戒律違反。我らのみで対処可能。鬼もろとも斬首する。うまい、うまい、うまい、うまい。